皆さんこんにちは。IT ビジネスアナリストの深田萌絵です。今回は、米国放送理事会トップに就任したのは台湾系アメリカ人。それが日本にとっていいことなのかということについてお送りしたいと思います。その前にいつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録そして通知設定、ベルマークチンって押してくださいね。はい。これ何かっていうと、最近あの、メディアの論調がそれまではずっと真鍮だったのが、急に反中になり始めて、 中国共産党はすごく悪いんだみたいな話をこうメディアがするようになってですね中国の台頭で台湾が危ないから台湾を守らなきゃみたいなこうムードがこのバイデン政権就任12ヶ月ぐらいでこうメディアの論調がラッと変わったことに気がついた人たくさんいると思いますその論調が変わった原因は何かというと バイデンが就任してですねもうすぐに一瞬で USAGM 米国放送理事会のトップが変わったんですねそれまでの米国放送理事会のトップっていうのはそのトランプ前大統領が選んだ人がトップになってですねあの、まあ、選挙の問題なんかもいろいろ語ってくれていたんですけれども。 それがあの、その人の論調があまりにも偏ってるんじゃないかということで。その人を解雇して、えー、このケルーチャオさんですね。えー、漢字は超活路さんという,う書くんですけども、この台湾系アメリカ人の超活路さんになりました。まあ、でも、ここからはケルーチャオさんというふうに呼んでいきます。 でこのケルー・チャオさんになったことでそれがその日本にとっていいことなんじゃないのかっていうことを、えー、考えてる人もいるんですけれどもそ,その台湾が親日的っていうその、ね、一般の台湾人はもちろん親日的なんですけれどもその台湾を今統治しているその中華民国の大陸からやってきた人たちですね。 あれがあの、まあ、台湾を牛耳っていてその台湾の,そのいろんな論調も、えー、かなり弾圧しているような状態なのでそ,そういった一味の流れである人からの,がそのアメリカのね「ボイス・オブ・アメリカ」なんかの論調を決めるとどうなるのかっていうことを考えると、まあ、一筋縄ではいかないのかではないかなというふうに私は考えています。しかも彼彼女女ののおお父父ささんんですね彼女のお父さん 国民党軍の宣伝係なんですもともとその中央日報の副社長だった張貞春さんのお嬢さんがケルーチャオさんなんなですよねでこの張貞春さんっていうのはあの反日で有名な馬英九ですよね馬英九前総統のお父さんの、えー、同級生なんですよ。 その馬英九前総統の、えー、お父さんの名前は馬閣寮と呼うんですけどこの中央政治大学国民党の、えー、大陸の中央政治大学の、えー、同級生で、えー、馬閣寮と、えー、ケルーチャオのお父さん張廷春は一緒に、えー、卒業する前に中国青年軍に入るんですよね。その中国青年軍に入って お父さんは張貞、えー、春さんをですね、えー、南京日報で、えー、日本がどんなにひどかったのかっていうことをですね一生懸命宣伝するというそういう係に勤めていて、えー、そういう人ね <laughs> そういうどちらかというと反日抗日宣伝係のお嬢様がですね、えー、アメリカの、 放送理事会のトップになったっていうのが、えー、簡単にその日本にとっていいのかどうかっていうのはまだまだわからないんですよねでもちろん論調は新台湾台湾にとってすごくいいことばっかりが流れているんですがその台湾にとっていいことっていうのがその日本にとっていいかっていうとねそうとは限らないんですよねでなぜ,なぜかっていうとまあ な,なんかみんな忘れちゃってるのかもしれないんですけど今の台湾ってその国民党の亡命政府が台湾を勝手に統治しているような状態で、えー、私たちが台湾だと思っている台湾,台湾人といってもですね、えー、本省人ですね大陸からやってきた本省人あ外省人ともともといた本省人に分かれていてその外省人っていうのは もともとその日本軍と戦中戦った国民党党軍の,その残党な,んですよなのでその国民党軍の残党の宣伝係の娘がですねアメリカの「ボイス・オブ・アメリカ」とかの論調をえ、ね、統制する立場に入るっていうことが果たして日本にとっていいのかというふうに言われると。 私ははそのあたりは疑問に思ってるんですよねでここもねその文化的な違いなんですけれどもあの日本は子どもの自由な意思を尊重するけれどもその中華系の人ってその自由な意思を尊重するとかそういうのはあんまりないんですよね。まあそりゃ口では自分のね子どもの意思を尊重したいっていうふうには言うとは思いますけれどもそれでもその 彼らの世界の中での自由意志なので私たちが日本人が思う自自由由意意志志とはまた別のの次元の自由意志なんですよなので反日やってる人の、ね、一族は一族代々反日なので、えー、そういうその中国の、ね、中華民族的な文化背景を考えるとこの,この今回の USAGM ですね 米国放送理事会のトップであるケルー・チャオさんがですね、えー、日本にとって都合のいいニュースを流してくれるかというと多分そうではないんですよ。でこのケルー・チャオさんのお父さん超貞俊さんですねその人はあの、ま、活動を馬英級からも表彰されてるくらいなので。 えー、よっぽどその、ね、かなりなので、えー、ボイス・オブ・アメリカ、えー、フリー・アジア・ラジオだったっけラジ,オのラジオもあの管轄してるんですけれどもあのラジオ・フリー・アジアかラジオ・フリー・アジアカレント・タイム・テレビとか、まあ、そういうあのいろんなそのアメリカの 対外的なそそののの放送の論調を見る人にその国民党軍のの残党党、ね、国民党軍宣伝係残党のお嬢様がこうトップに立つっていうのは結構これ恐ろしいことだなというふうに思いました。なのでその論調としては反中国共産党っていう論調にあのはっきり変わっているんですよね。それが まああのバイデン政権あんなに真鍮なのにメディアだけはその反中っていうこの乖離が生まれてる現象この乖離現象の原因はそういうことなんじゃないのかなというふうに思いました。で、まあ、バイデンはね、えー、皆さんご存知の通り中国とこうかなりズブズブな関係なんですけれどもあの対台湾に関してはねちょっとよくわからないところがあるんですよね。 それ何かというと民主党政権がフォックスカンや TSMC に対しては、あの、かなり、まあ、フォックスカン TSMC というのは台湾の大企業なんですが、それらに対してはかなり厳しい態度をとっているにもいるんですが、その民主党政権の中にかなりその中,中華民国系の人がいるんですよね、その政治家として。なので、もうその、 台湾系の人たちが結構その反トランプ運動なんかもやっていたりしてですね民主党政権の中で。なのでその私はあの台湾にとってはトランプ政権の方が良かったような気がするのになぜかその台湾系の、ねえー、政治家は反トランプで、えー、親中バイデンの方が好きで。 でもあの論調だけは範疇やってるっていう結構そのなん,なんていうんですかね解説するのも非常に難しい状態になっています。まあ、ということで、えー、USAGM 米国放送理事会のトップに台湾系アメリカ人があ選ばれましたっていうことがいいことなんじゃないのっていうふうに思ってる人もいると思うんですが。 そんなに単純じゃないと思います。ということで、えー、本日もご視聴ありがとうございました。じゃあねー。